はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もゴーストリコン PC 版オープンベータ続きやってきます。おい、ユリダットの兵士だ。検問所のところだ。はい、ユリとポリットに関する情報を集めてて、発生したこのストーリーミッション。ここにユリとポリットについて知ってる、まあ司令官がいるから、そいつを尋問してユリとポリットの場所を聞きつけるという目的でここを制圧していこう。で、ここをカルテルじゃなくて、ユニダット兵がね、いるっぽいんだけど、もうここまで付近まで来て。で、スキルだ。スキルをね、このエクストラシンクショットが、エクストラシンクショットを得て、これで、同時に2人をシンクショット、あと自分で発砲して、同時に3人キルできるようになった。これでまあ、もうちょっと戦闘楽になるか。ドローン準備完了。まずは索敵だ。もうなんか監視塔みたいなとスころナイパーが、だ。塔の上にいるぞ。スナイパーいるのね。あ、こっちもいる。スナイパーがいる。中はどうなんだこれ。あれ、副官。スナイパー先に倒してからじゃないと中入れないな。おい、兵士がいる。いた。バンカーの中だ。アンカーの中。敵の司令官はどこにいる？あ、捕虜？反乱軍。ヘリがある。ちょっとこれ以上遠くにドローン飛ばせないな。ここにいた。スナイパーを倒したいから、ちょうど3人だから、シンクショットやっちゃう？位置についた。ターゲットはマーク済み。合図を待ってる。これで仲間いける？了解。ターゲットを捕捉。戦闘準備完了。で、2人とも準備完了。じゃあ自分はあっちを狙ってやってみ、ちょっと邪魔だ。よし、やるぞ。ショット。ターゲットを排除。オッケー。バレてないね。ユニダットの支援基地だ。ここでユリとポリトに連絡をしている司令官を探す。ターゲットを死なせるな。了解。うわ。あっちか。で、ここに敵がいるぞ。こっち向いてない。孤立した兵士がいる。バンカーの中だ。あったー、単語ダウン。よし。で、もうここに敵はいないね。この人たち解放しちゃおうか、じゃあ。反乱軍の方々。何喋ってるのか分かんないよ。さあ、中には侵入した、ドローン。まだユニダット兵がいるね。いない。一人、筋トレマンか。こっちちょっと遠いな。あれが司令官ね。おっと、反乱軍勝手に攻撃しやがってる、もしかして。おい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 、こっちはスマートにやりたいっちゅうのに。待て。ここ入れるぞ。いるか、この辺敵。ちょっと反乱軍さんはちょっと任せよ。いこっない。ちに向かってくるぞ。どうする？どうする？とりあえず入るか。おっと、なんだ？侵入した。爆発起きてるけど。敵が近くにいるぞ、どっか。どこだ？あれか。
硬い硬い硬い。敵を始末した。まだいるね。司令官かあれ。おっと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 。どこにいた。あれか。オッケー。仕留めた。あと一人どっかにいるぞ。いた。バレた。武器ケースがあるぞ。バレてないね。さああとは司令官さんを。まだ若干敵はいるけど、でももうちょっと周り見てみよう。あいつやれるな。これじゃない。おっと危ない。まだいる。ん、どこだ。ん、誰に警戒された今。とりあえずやっちゃおう。ここだ。タンゴダウン。さあ入っちゃおう。ハンドガンに持ち替え。弾薬補充。これはなんだ。ノーパソ。ハッキング。上。情報入手。このまた上か。おっと。そこ動くな。ホールドアップ確保。なんだこれは。調子はどうだ。くそ、殺せ、絶対に喋らねえぞ。ああそうか。だがあのサディスト二人が相手じゃ、次に天井から吊るされるのはお前かもしれない。俺たちが始末すればお前も安心できるぞ。いや、密告はしない。とにかく君が悪い奴らだ。それからイタクアにはいない。なら呼び戻せ。何か理由をつけてな。ああポリトか。羊の準備ができた。羊だ。よし、情報ゲット。イタカへ呼び戻した。じゃあ周辺地域に来るようになるな、これで。おい、仕事に戻るぞ。だけどまだほんのちょっと進展しただけか。まだまだいろいろこなさないといけないことあるね。これこの上登れない。ではではどうしようかな。これストーリーミッション。輸送車、輸送車止めれるかな今。 RPG とかその辺の武器は持ってないんだけど。でスキル、これ取れない。あ、地雷ありだな。奴らがイタクアに戻るとなると、あとは具体的な場所を割り出すだけだな。ユニダットが引き上げる。もう大丈夫だ。よし、ちょっと物資回収と装備を整えとこう。これで地雷が使えるね。オッケー。さあここに物資がある。物資の場所は反乱軍に伝えよう。借りは後で返してもらう。んー、じゃあまだ若干敵がいるっぽいんだけど、輸送車止めに行こう。
捕まってろ。俺が運転する。仲間来い。そういえば反乱軍の皆さんも全員お亡くなりになった。もしかしてあっちにいるの反乱軍か。あ、仲間が基準についた。ういよいしょ。で、これ移動してんのかな。これ語りの反乱軍が危険な状態になってる。手を貸して形勢を逆転させれば今後彼らからの支援に期待できるわ。もしくはこの装甲車ならこのまんまみんなに攻撃態勢になってもらって銃撃するのもありじゃないか。おっと、前方に敵がいらっしゃいますよ。この辺もう隅から隅まで制圧していこう。敵を発見。周辺に複数の民間人がいる。これはもうね、手を下すまでもない。命令だけしちゃおう。戦闘準備完了。オッケー。あいつは終わりだ。おし、おっと、なんだあのヘリは。みんな無事か。ドローン飛行中。気をつけろ、この辺りに敵がいる。敵のヘリ、あ、待って、後ろからユニダットだ。あ、曲がってくる。敵を排除した。倒した。クリア、もう大丈夫だ。普通に車に乗ってくるもんな。さあ目的地行こう。待って、これマジでそこら中に敵の拠点があるのだが、制圧しちゃおう。ドローン一歩動けば、あ、サイドミッション、ヘリコプターを盗む。隊長をマーク。このゲーム GTA 並みに目的を失ってしまいそうだな。やつで5人だ。さて、やっちゃうか。高台はなさそうだな。結構いるね。あ、一人出てくるか。出ては来ないか。あ、出て、あ、出てこない。そこなら倒してもいいと思うんだけどな。あ、これ貫通しないやつだ。ターゲットを排除。警戒してない。オッケー。どっか端っこから登れるような場所ないか。ぐるっと周り見てみよう。おっと、カルテルの車両。大丈夫？これ登れない。登れないか。こっちから入れるね、これ。おっと、一人出てきたか。危ない。どうした。大丈夫だ、心配ない。ヘリコプターの周りにとにかく敵が集中しているんだけども。ターゲットをマークした、合図をくれ。いや、仲間多分あいつ撃てるところに移動できないな。こっちをもうバンバンやるべきか。じゃあ複数のシガリオを確認。サッカー場のあたりだ。ターゲットを確認した。合図をくれ。こいつらうまいことを2人同時やりたいんだけどな。もうちょっと近づけれるか。
よし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 、ショット。警戒してる警戒してる。危ない。もう一名。警戒すらしてないな、あれ。倒しちゃおう。ここやで。はい。あ、待って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 。ナメプしたらまずい。よし、とりあえず確保。よくやった。片付けて先に進もう。さあ、いろいろ情報も入手して、この辺もマークしてやって。出た。完全に寄り道になるけど、このなんだ、攻撃ヘリ、持ってっちゃおうか。これどこに持ってきゃいいんだ？俺が操縦する。あっちか。2.2 キロ先ね。これストーリーミッション、これ輸送車だから移動してるな。これこのヘリでさ、ぶっ飛ばしちまえばいいんじゃないの？それは無理。まあでも攻撃とかできそうにないしな。ああほら、真下に輸送車いるんだけど。ダメか、あれだよね。あれぶっ飛ばしたいな、このまんま。まあ、しゃあない。だけどあれ、今の兵器じゃ、壊せそうにないぞ。やっぱり地雷使わないと。先回りして地雷置かないとな。さあ、ヘリは、ここだ。なんか奥の方で爆発起きてんだけど。何何？あ、いや、ヤギ、牛がいる。着陸。よし、行くぞ。よし、オッケー。お仲間がいる。さて、こっからが本番だ。あのさっきの乗り物をプランとしては先回りして、あ、ここ座席だ。先回りして、地雷を仕掛けて、ドーンと、やると、いう風に行きたい。あれだ。向こうに向かってんのか。どこで曲がるのか分かんないんだよな。待て待て待て、敵が点在してる。伊鷹基地、あの乗り物、まずね、伊鷹基地の前にあの乗り物だ。あの乗り物ちょっと伺おう。あれ多分ぐるーっと回ってくるから、奥の道路先回りして、あ、やっぱりそうだ、奥の方来るでしょ。急げ急げ、この辺に来ると見た。おーっと、急げ急げ、グズグズしてる暇ない。地雷だ、地雷、地雷設置。地雷をセットする。地雷もう一個。うん、ヘリ降りた。 OK、 じゃあ、あ、来てる来てる来てる。スタンバイ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 。あ、民間人。あ、民間人、そっち行ったら危ない。そ、民間人のこと全然考えてなかった。そ、ドンパチるしかねえな。来てる来てる。あ、とっとっとっと、まだまだこの時代生きてるよ。
あ、でも止まっちゃってるな。どうしようこれ。無理やりこっち来ない。お、来るか来るか。来い。地雷に引っかかれよ。地雷に引っかかれ。あ、看板壊してる。こっち来いって。ここにあるぞ。ドローン、ドローン。ドローン展開。待って、お前先に行くんだ。お前先に行くんだ。まずい、まずい。まずい。危ない、危ない。あ、危ない、危ない。グレネード。あー、ダメだ、これ。逃げられる。あー、いた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 。待て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 。この車両で一体何ができるのか分かんないけど。追っかけるぞ。あ、向こうだ。うおー、あれだ、撃て撃て撃て。危ない、ほら、いてて、出て、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。待って、この農園ってもしかして以前制圧したとこじゃないか。いてて、出て、攻撃だ攻撃。了解。敵を仕留めた。待って、ここ制圧だ、ここ。オッケー。いてててオッケー。敵を一人倒した。よし、クリア。偶然すぎる。武器ケースあった。こんなのが欲しかったんだ。お、パノラマサイト。これもしかしてスナイパーライフル。スナイパーライフルじゃない。これじゃない。もしかしてアサルトライフル。アサルトライフルか、まあ、つけとこう。パノラマサイトね。さあ、ともかく車は止めた。あ、こんな感じ。あ、見やすいな、これ。物資マーク。で、こいつをどうすんだ、これ。真っ黒焦げだけど。物資ってことでいいの、これ。反乱軍に回収させないとな。行くぞ。バック、こちらの窓、輸送車を確保した。ありがとう、友よ。物資は有効に使わせてもらう。仲間がユリとポリトを探しているが、その間に頼みたいことがある。ボリビアの人々に向けたスピーチを用意した。イタクアから放送する決起の呼びかけだ。サンタブランカが聞いたらすぐに放送を止めに来るだろうな。その通りだ。誰かに無線機を見つけてもらい、放送が終わるまで守ってもらう必要がある。了解だ、任せとけ。逃げちゃった。これこんなボロボロだけど回収して使い物になるとは思えないんだけど。回収しちゃうのね。で、無線放送すると、これは反乱で、こっちがスポーツカーね。ここにイタカ南部のファストトラベルできる、まあ、地点があって、じゃあとりあえずここやっていこうか。次回やっていこう。ここ高級スポーツカーに目がない。ポリトが目がない。車を奪って逃げろと。なんか上空から見た感じ、そんな高級スポーツカーがありそうな場所には見えなかったけど。それじゃあかなり苦だったけど、じゃあ次回はスポーツカーを盗みに板川基地制圧に行きます。なるべくバレないように。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。